ゼブライン松井の空手総診断の動画、どうぞ。どうも、ゼブライン松井です。皆様、自粛してますか？私は未だ自粛を続けております。この動画では毎回私の特技であります手相についてお話をさせてもらってます。毎回ゲストの方を招いて手相についてお話をさせてもらってます。本日の手相です。あ、すみません、ゲストです。どうぞ。お願いします。お願いします。それでは自己紹介をどうぞ。はい、ロシャオヘイ戦記から来ましたシャオヘイです。シャオヘイくんです。お願いします。お願いします。さあ、そんなシャオヘイくんを招いて本日お話したいのはこちらに注目してください。ここに生命線ございますね。こちらの線の先がぐぬぬぬぬと、こうぐぬぬぬぬとここまで伸びてる方いらっしゃいませんか？このように枝分かれしてる方、旅行線と言いまして、自分の生まれたところから離れたところで何か出会いや運命が変わるような出来事があるんじゃないのっていう線でございます。これが長ければ長いほど遠い地であなたの運命を変えるような出来事があるかもしれないよということでございます。じゃあ早速シャオヘイ君の手相見させてもらいたいと思います。じゃあ手をこっち向けてもらっていいですか？はい。押されるー、引っ張られるー、あー押されるー、手相が手相が手相見せ、はい、あー押されたー、もうダメだー。どうもありがとうございました。はい、あーやっぱりダメだったー。